ユーリは諦めない、ポタ。それは、シャリング。僕が歯車家の仲間だったら何？ユーリさんの年輪を返してください。大丈夫？ぐるぐるは？いなくなったよ。これ、ありがとう。うん。ユーリ、アキラは歯車。私たち用事があるので先に行ってください。行こう。うん、用事が終わったら来てね。ポタポタ、あー、なんてことだ。ポタ、シャリングを左手につけていた。アキラくんが歯車家に。怪しいと思ってたのよ、アキラくん。ポタ、ユーリとのお友達ごっこもこれで終わりね。そうでしょうか。モノコさんのこと覚えてますか？モノコさんはずっと迷ってました。モノノ家とテレビ戦士の間に挟まれて、でも最後は私たちの声を聞いてくれました。友達が間違った道に進もうとしたら、私はその手を離しません。ユーリさんもきっとアキラくんのこと助けられる。はい、ユーリならやれるかも。そうですね、ユーリさんを信じましょう。キューブはこの中だ。アキラくんはここで待ってて。一緒に。大丈夫、絶対見つけるから。ユーリさんと友達なんですよね。あなたの正体今は秘密にします。だからお願いです、ユーリさんのこと悲しませないでください。あった。テレビ戦士を狙ったら狙いが外れちゃった。嘘だ。彼は歯車家の一員なんです。そんなわけない。ポタ、ユーリさん。僕に嘘ついてたんだね。エナジーキューブが欲しかったから、役に立つから一緒にいたの。友達だと思ってたのに。友達って何？わかんないよ。でももう終わりだ。アキラさんのこと、あなたはどのくらい知ってるんですか？どうして歯車家の仲間になったのか聞かないんですか？友達ってそんなものですか？簡単に諦めちゃダメです。アキラくんのこと何も知らなかった。勝手に悪いやつだって決めつけて。僕諦めないから。次回第18話、狙われたエナジーキューブ。ポタ。